賞金稼ぎより賞金首になる方が心がウキウキするとは思わなかったぜ。いえ、収容所に突撃だ。冗談じゃねえぜ。所長、全員を処刑に。ああ、シティからの命令だ。ここを破られたら囚人どもは反乱に加わる。ならば囚人どもを動かぬ死体にするのだ。所長、首をねじ折られたくなけりゃ今すぐ囚人を解放しろ。なぜだ、ウジ虫家業の貴様が。ウジ虫か。だがな、今日から俺は蝶になってやるぜ。それまでだ、アイン。アズカ、貴様、俺を裏切るのか。お前についていくバカはいねえよ。シティや地方を敵に回してどうなる。それにな、お前は今や立派な賞金君だ。所長を話せ。アスカの命が惜しかったらな。叩き潰してやる。うわ、所長、俺にもやらせろ。少しぐらい腕が立つと思ってリーダー格になりやがって許せなかったんだよ。あ、なんだその目、殺しちまうぞ。ああ、あんた痛いか。痛い。助かりたいか。助かりたい、助かりたい。ダメだな。やめて、止めて、やめて、止めて、やめて、止めた。あー、痛かったな。なぜ俺を。お前はまだ死ぬには惜しい。ケン、来てくれ。俺の助けたい男は多分特別棒だ。あの二人生きてるだろうな。その二人と強い。一人一人の力は俺とゴール。だが二人は強だ。力を合わせれば俺の倍になる。バズ、ギルのハーン兄弟と言ったら有名だ。さて、あの化け物どもどんな囚われ方をしているか。どけ。胸に七つの傷、あんたもしかして。お前たちほどの兄弟を倒した男とは。全軍退避、シティを捨てろ。勢いに乗ったバッドの反乱軍は止められぬわ。シティの長官はどこへ行く気だ。天帝はお怒りだ。恐るべき剣法を使う帝都の将軍、金色のファルコ。ケン、あんたに一つだけ頼みがある。アスカを安全な場所に連れて行ってくれんか。相手は金色のファルコ。倒せるとは限らん。アイン、お前本気か。俺も男になりたくなったのさ。語り継がれる男にな。優しく強い女がいる村がある。そこへ連れて行こう。
剣。マミア、アイリ、久しぶりだな。マミア、お前に頼みがある。誰の墓だ。まだ新しいようだ。長老のです。殺されました。ファルコと名乗る帝都の将軍に。その石像は北と南都の戦士たちか。そうです。素晴らしい男たちでした。天帝がお怒りだ。北と南都は今よりこの世から消滅する。なんということ。お前がこの村の長か。そうです。俺は死ぬがよい。長老、長は率いる部族の意志。長倒れれば意志もまたついえる。よいか、今日より北と南都の歴史を後世に語り継いではならぬ。北斗七星は天帝の戦車と言われ、天帝の一戦士に過ぎん。その北斗が反旗を翻すとは重罪に値する。北斗抹殺は天帝の勅命なのだ。早まるなよ、リン、バット。帝都の将軍の一人、至高のソリア。逆賊北斗は滅びるべし。この至高のソリア、貴様に負けたのではない。この命、我が同門金色のファルコ将軍に捧げたのだ。この男たちに邪念はない。ファルコとは。身体極まった。北斗を名乗る反乱軍、貴様らは敗退したのだ。これ以上の殺戮を私は好まぬ。だが北斗の名を冠した長だけは許さ。天帝に仕える身でありながら刃を向けた罪は重い。長は前に出よ。バット、ただでやられるわけにはいかねえぜ。てめえの命も一緒に連れて行ってやら。死ぬがよい。リン、みんな、さらば。違う、貴様は長ではない。その目は己が命より大事なものに準ずる目。貴様が長だ。やらせねえ。バット、加勢するぜ。所詮北斗は夜に光る星、我が玄都高原の敵ではない。もはやここまでだ。死ぬがよい。久しぶりだな、ファルコ。愚か者、わざわざ息の根を止められに来たか。ファルコ、その女から手を引け。カネーと神官をぶったたいてどうんだぞ。貴様らも吹き飛ぶのだぞ、承知か。この目を見て判断しろ。おい、こら待て。ファルコをやっつけるのは三人でって約束だろうが。いや、どうしても俺たち兄弟で倒さなければならん理由があるんだ。なんとの。我が兄弟はなんと聖剣108派のうち、なんと双葉剣の伝承者。この世で天帝を倒しうるは北斗となんとのみ。そして北斗の反逆の呪しとともになんとも動いた。ウヌが北斗南斗を抹殺するに血眼に奔走するわ。
南北が一体になることを恐れたため。よかろう、天帝の名において逆とは砕き散らす。行くぜファルコ。なんと総領剣総楽走破。ギル、俺はもうダメだ。こんなじゃファルコを道連れだ。アイン、ギルを連れて行け。いやだ、いつだって一緒だったじゃねえか兄貴。弟よ、泣くな、悔やむな。今時期のファルコを道連れにできるのだ。笑って見送れ。勝利。取り押さえろ。この野郎。天帝の兵士たちが身を投げ出してファルコを。将軍のためにこの命が使えるのなら本望。やつは涙すら流さなかったぞ。ファルコ様は今まで我らのために涙を使い果たし、すでにその涙は枯れているのだ。